こんにちは、カオルです。今日はアメリカの株価指数 SP500 のレバレッジ ETF である SPXL の長期投資について検証していきます。最初はこちらのチャートをご覧ください。これは擬似的に SPXL の値動きを再現した20年間の長期チャートで、 SP500 に連動する ETF と比較をしています。この期間だけを見ると、結果的には SP500 を上回ることができていません。では、やはり巷で言われているように、長期保有が絶対に向いていない商品と言えるのか、詳しくお話ししていきます。節約マスクのお金の話。まず、レバレッジ ETF というのは、通常の商品の2倍とか3倍の値動きをする ETF のことです。いろんな種類があるんですけど、 SPXL は SP500 の3倍の値動きをする商品になります。3倍の値動きをするので、例えば1日に SP500 が 2% 上昇したら、 SPXL は 6% 上昇することになります。もちろん下落したときは3倍の下落率になるので、攻撃力が上がる代わりに受けるダメージもめちゃめちゃ大きくなる、ドラゴンボールの海王拳みたいな特性があります。ここまで聞いて、ちょっとインデックス投資のことを分かっている初心者の方だったら、SP500 は長期的に右肩上がりの商品なんだから、リスクが増えたところでレバレッジを効かせた方がリターンは良くなるはずだって思いますよね。私自身、過去の動画では SP500 を中心とするインデックス投資は長期的に値上がりする可能性の高い商品だからおすすめしますよって何度もお話ししています。もちろんそれ自体は間違いとは言い切れないですし、SP500 のリターンを年率 7% とするなら、 SPXL は年率 21% になって、投資の神様バフェットと同じような成績を残せる、よし、ウォーレン・バフェットに俺はなるって思ってしまうのも自然な流れだとは思います。でもその考えはちょっと違うんです。世の中そんなに簡単にはできてなくて、 SPXL への長期投資でリターンが3倍になるとは限りません。最初に3倍になるって言ったじゃん、詐欺だっていう声が聞こえてきそうなので、なぜ長期的なリターンが SP500 の3倍にならないかを4つの理由で説明していきます。まず1つ目は経費率が高いことです。 SP500 に連動する ETF の VOO の経費率が 0.03% なのに対して、SPXL の経費率は 0.95% もあります。手数料が30倍以上もかかっているので、リターンはその分低くなってしまうのは仕方がないかなと思います。2つ目は分配金が少ないことです。 VOO はここ何年か年間で 2% 前後くらいの分配金が出ていますけど、 SPXL はそれよりはるかに低い分配金しか出ていません。 1% 以下のことが多くて、動画撮影前に調べたところ、直近の分配金利回りは 0.34% になっていましたので、分配金の違いからも SP500 とのリターンの差は縮まることになります。この2つは特に細かい説明がなくても、ふむふむ、なるほど、そこで差が出て3倍のリターンにはならないわけだなって理解できると思います。次に3つ目の理由は、レバレッジ ETF は減価することなんですけど、これについてはちょっと分かりにくいと思うので、例を出して解説していきます。まず100万円を投資したとして、 SP500 が1日目に 10% 上昇、2日目に 10% 下落したとします。この時 SPXL は3倍の値動きをするので、1日目に 30% 上昇して、2日目に 30% 下落することになります。この2日が終わった時点で、元本の100万円はSP500 に投資していた場合は99万円、SPXL に投資をしていた場合は91万円になっています。SP500 円の投資が 1% のマイナスになっているので、もし3倍のリターンになるなら、マイナス 3% の97万円になっていないといけないですけど、もっとガツンと減っちゃってますよね。そうなんです。3倍の変動率っていうのは、あくまでも1日の変動率で、複数日の変動率が3倍になるとは限りません。もちろん今の例は分かりやすくするために、1日で 10% 上下するっていう
かなり極端な数字を出したので、実際は2日でこんなに減価することはないと思いますけど、数値がずれる仕組みは分かったと思います。投資初心者の人はそもそも 10% 上がって 10% 下がったら元の株価に戻るって考えている人もいるかもしれません。私も初めて知った時はびっくりしたんですけど、戻らないんですよねこれ。なので株価が 30% も下落したってなった時に、元の株価に戻るには 43% も上昇しないといけないんです。これだけでもなかなか時間がかかりそうな気がするかもしれないですけど、これを SPXL で計算すると株価が 90% も下落して元の株価に戻るには SP500 が 333% も上昇しないといけません。10年、20年単位じゃないと取り戻せないくらいのマイナスになってしまいます。次に4つ目の理由は複利効果です。リターンがずれるのは別に上がって下がった時だけではありません。連日上がり続けた時とか連日下がり続けた時も複利効果でリターンはずれていきます。この場合は SP500 のリターンの3倍よりも SPXL のリターンの方が高くなります。必ずしもリターンが低くなるだけっていうわけではないんですね。以上の理由で SPXL は長期保有するとリターンが SP500 の3倍以下になったり3倍以上になったりを繰り返しながら大きく上下していきます。ということで SPXL が SP500 の3倍にならない理由は分かったと思うので、次は実際に SPXL の過去のリターンを SP500 と比較していきましょう。こちらは SPXL が設定された2008年末頃からの SP500 に連動する IVV と SPXL の比較チャートです。 SP500 が平坦に見えるくらい SPXL の値動きが大きいのが分かります。年平均リターンは SP500 が 14% なのに対して SPXL は 30% 近くあります。複利効果が働いてトータルリターンは11年でとんでもない差がついています。当然リスクも大きくて値動きの大きさを表す標準偏差は 45% もありますし、最大下落率は 60% を超えています。これはもちろんコロナショックの時ですね。大きな下落があった時に SP500 が元の株価に戻っても SPXL は全く戻っていないのがチャートからよくわかります。年次リターンを見ても3倍以上になっている年もあれば SP500 はプラスになっているのに SPXL はマイナスになっている年もあります。3倍レバレッジということなので想像通りかもしれないですけど、すごいじゃじゃ馬 ETF だということが過去の数値からわかります。でもこの結果だけを見るとよし SPXL に長期投資をしようって思ってしまいませんか？リスクが大きいのは分かりますけど、10年で資産が20倍になっているのは大きな魅力ですよね。100万円のお金が2000万円になっていたら人生が変わりそうです。ただこの比較は SPXL が設定された時からの比較になっているのでIT バブルやリーマンショックのデータがありません。もっと大きな下落相場があった時に SPXL はどうなっているのか、疑似データを作成して検証していきます。節約 SPXL の過去のデータを検証する上で設定来のチャートだけを見るのはナンセンスです。なぜならアメリカ株式市場の長い歴史上でもトップクラスに恵まれていなかった2000年代の数字が含まれていないからです。そこで今回は SP500 に連動する ETF の SPY の数値に計算を加えることで疑似的に SPXL に近い数字を出して過去のデータを作成しました。その疑似的な数字がどこまで信頼性があるのかを確認するために本物の SPXL と疑似 SPXL を一つのチャートに並べたのがこちらです。若干ずれてしまっている時期もありますけど、 SPXL の設定である2008年末頃からの長期的なデータの割には結構一致しているのが確認できると思います。ということで今回はこの疑似 SPXL を算出した計算方法を使って過去の SPXL の数値を算出するんですけど、あくまでも疑似の数字なので
もしもっと昔に SPXL が設定されていたら確実にそうだったっていうデータではないことはあらかじめご了承ください。まずは2000年9月の IT バブル崩壊直前からの疑似 SPXL のデータを単体で見てみましょう。これを見てまず分かるのは設定来のデータがどれだけいい期間だったかっていうことですよね。この期間だけを見てしまうとついつい SPXL に全力投資をしてガチホすればお金持ちになれるって思ってしまいそうです。でも20年の長期で見ると2000年スタート地点の疑似 SPXL の数値は30ドルくらいで2020年現在でコロナショックの影響があるとはいえ2倍の60ドル以下なのは想像以上にリターンが低いと思いませんか。次は SPXL 単体ではなく SP500 に連動する SPY と同じ期間で比較してみましょう。スタート地点の株価を SPY の株価に合わせて比較したチャートになります。当然 SPXL は SPY にほぼ負けっぱなしになります。暴落が大きくて回復に時間がかかるのがどうしてもネックになってきますね。もちろん IT バブル崩壊前をスタート地点にしてしまっているので SPXL にとって少し不利なことは間違いありません。そこで次は IT バブル崩壊後の底値の2002年10月をスタート地点として比較してみましょう。こうなると当然 SPXL が大きく上回ってきます。ただ上昇相場に乗って大きく SP500 を突き放してもリーマンショック、チャイナショック、コロナショックなどがあるたびに SP500 に近づくくらいまで下落してしまっているのが確認できます。もしコロナショックの2番底があったら SP500 を下回っていた可能性が高いと言えます。では次にリーマンショック前の高値である2007年10月をスタート地点として比較してみましょう。リーマンショックで大ダメージを受けた後10年かけて SP500 をアウトパフォームした後にコロナショックとかで今はトントンになっているっていう感じですね。 SPXL の設定後は大暴落がほぼ来ていなかったこともあってちょっと実感しにくかったですけど疑似データを作ると大きな下落のたびに SPXL は大ダメージを受けて回復するのにめちゃめちゃ長い期間が必要になっているのがわかります。もちろんそれは SP500 も同じなんですけど SP500 は20年くらいのスパンで見ればそれなりの年率リターンに収束するのに対して SPXL は長期投資をするつもりならもっと長い期間で見ておく必要がありそうです。2000年代の一番苦しい値動きの期間が含まれたデータを見た感じから多分30年くらいのスパンで見ておけば少なくとも過去のデータからはSP500 よりも安定した高いリターンが得られると思います。そういう意味では SPXL に長期投資をするっていう選択肢自体は絶対におかしいとは言い切れません。ただ実際に長期投資を行う上での注意点が2つあります。まず1つ目は値動きリスクに耐えられるかどうかです。 IT バブル崩壊前に30ドルだった疑似 SPXL は崩壊後に10分の1の3ドル台になってその後5年かけて21ドルまで回復したと思ったらリーマンショックで1ドル台まで下がっています。こんな恐ろしい値動きに耐えられるかどうかがまず一つの問題点です。そしてもう一つは償還リスクです。償還リスクっていうのは ETF が何らかの事情で運用不能になって強制ロスカットされることです。SPXL の場合は3倍の値動きをするので例えば1日に SP500 が 34% 下落したら株価がゼロになって運用不能になるんじゃないかと思います。ただ1日の下落率はサーキットブレーカーっていう制度があって最大でもマイナス 20% までに制限されているので SPXL もマイナス 60% までで止まるはずです。そして次の日その次の日とマイナス 60% が続いたとしても株価は限りなくゼロに近づいていくだけで実際にゼロになることはありません。とはいえゼロに近づいてしまえば早期償還される可能性もありますし
最近ではレバレッジ ETF を規制した方がいいんじゃないかっていう意見がアメリカの証券取引委員会から出ているみたいです。ということで、レバレッジ ETF は通常の ETF よりも償還リスクが高いことを理解しておく必要があります。今回は SPXL の長期投資の可能性を検証しましたけど、本来レバレッジ型の商品は投機的に短期でリターンを狙いに行く商品です。私自身は SPXL の長期投資は多分やらないと思いますし、おすすめするわけでもありません。ただ全否定することはありませんし、今回の検証結果などを見てリスクや仕組みについてよく理解した上で挑戦しようと思うのであれば、その判断が間違っているとも思いません。実際リスクが大きい分、大きなリターンを得られる可能性は十分にありますし、暴落後の投資ならその旨味はより大きくなります。下手によくわからないアルトコインとかに資金を突っ込むくらいなら SPXL の長期投資もありだと思うので、検討してみてください。もちろん投資の判断は自己責任になります。以上、 SPXL の検証でした。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきありがとうございました。